日本の大使館を建設させるな。以前、韓国にある日本大使館の建て替え問題がニュースになっていましたが、その後どうなっているかご存知でしょうか大使館は、国交が成立している外国に、自国の特命全権大使を駐在させて公務を執行する役所で、大使を含む外交官は国を代表して、相手国の政府と交渉することを入務としています。日本は世界各地に200を超える在外交官を持ち、 ビザの発給や相手国にムむジ国民を守るために重要な役割を果たしますそんな大使館ですがソル市小緑にある財関に本大使館が老朽化のため建て替えを申請したのは2012年それから12年越退までも建て替え工事は行われずさらちのままで雑草が生い茂るまでになっていますどうしてこのようなことになっているのでしょう実は建て替え計画がある理由によってはくしを脅され現在とんでもないことになっているのです今回は この異常な状態になっている、在韓に本大使館について語る韓国人女性と、それに対する海外の反応をご紹介していきます。一体韓国では何が起こっているのでしょうかこんにちは。私の名前は民祖ソ,ソウル出身の50代前腕の韓国人です。職業は公務員で大学を卒業してから、国家公務員になって約30年。今はソウルを離れ、地方支部で統計調査といった。 官職にいいいてまますすが若い頃はバリ,キャリで外交官を務めた経験もあります英語が得意だった私は外交官として相手国の政府とさまざまな交渉を行っていましたその頃の私は男性ばかりの中で女性として国の要職についている自分を誇りに思っていたものです私は韓国の名門大学を優秀な成績で卒業して 国ののの将来の一端をを担う重要なポストを任されていたのです自分で言うのもなんですが私は誰もが羨む選ばれしエリート街道を歩んでいましたしかしそんな私のエリート人生に思いがけない出来事が起こったんですそのせいで私の今までのキャリアと培ってきたプライドが打ち砕かれることになりましたどうしてそんなことになったのかそれについて私の何が間違っていたのか 反省も含めてて今ここのの文章を書いていますそれは年のこと私は外交官として日本の外交担当に任命されました。その気は私に部下がついたのです。その部下は私より一回りも年下の若くてフレッシュなジフンという男性でした。新入りのジ分はソウルの大学を首席で卒業しさらに、 日本の大学院で修士号も取得したというなかなかのエリート。日本語が堪能だということで、私の部下につけられたのです。実際仕事をしていても自分の日本語能力はかなり高く、とても助かっていたのは確かです。ですが、私には自分の気になる部分がありました。というのは、反日の私とは反対に、自分は親日家だということです。 私が日本担当に任命された当初、ある日、事分が慌てて私のところにやってきて、日本大使館前の少女像についてすぐ撤去するよう日本から抗議が来ていますと報告してきたことがありました。2011年12月14日に韓国帝身隊問題対策協議会がソウルの日本大使館前の歩道上に。 妖精の許可なく等身大の平和の少女像を設置していたんです。しかし私はこう言いました。少女像は慰安婦問題の抗議の象徴として意義があるものです放っておきなさい。と問題なしとして日本からの抗議を無視することにしたのです。すると自分は「いいんですかこのままだと大きな外交問題になってしまいますよ」。 と私の判断がおかしいと強く意見してくるものだから部下は上司の言うことを聞いていればいいのよと若造に一括してやりましたでもこうして日本の抗議を無視していたことで野放しになった少女像の問題が最悪の方向へと進んでいってしまったんです2012年7月9日に10代の韓国人男性が運転する小型トラックが 日本大使館の門に突っ込むという事件が発生しましまたそれで日本大使館の正門の一部が破損しその男性はすぐに警察官にその場で逮捕されました警察の取り調べで男性は「日本大使館前の少女像に杭を縛り付けた日本人男性を逮捕するよう大使館に求めるためだ」と犯行理由を主張したのです というのもその10日前にある日本人男性が少女像に韓国語と日本語で竹島は日本固有の領土という文言の杭を縛り付け波紋を読んでいたところでしたこの事件の時も自分から強く意見されました大変なことになりました一刻も早く日本へ何らかの対応をしないといけない絵ではこのままでは日本との対立がさらにエスカレートしていき 手に負えなくなくりますよと言ってきたのですが私は「日本が悪いんです日本側で何とかするべきでしょう」と自分の意見を却下したのです長女像に竹島は日本固有の領土だなんて悔いのテロを仕切ってきたのは日本からでそれに抗議した行為と理由があってのことだと思ったのですまあトラックで突っ込むという野蛮な行為は少しやりすぎかもしれませんが。 でもそれ以上に我が国の領土を日本のものだと間違った主張をしてくる日本は制裁を受けるべきという思いの方が強くありましたこうして露骨にファンに痴漢状をあらわにしていた私にほどなくして日本へ嫌がらせができる絶好の機会がやってきました日本大使館から1977・10年築造の建物の老朽化や業務の拡大のため 建て替えをしたいという内容の建築許可の申請書が私のところに届いたのです現在の日本大使館は地下1階地上5階建て高さ2 3 4 5ルそれを地下3階地上地上階建ての高さ3 5 8 0ルの建物に新築する計画となっていました規模が大きくなっている理由は一般的に在外交換はすべての業務を同じ敷地で行うものですが 韓国では3カ所に分散していたのでこれを機に1カ所にまとめようとしていたのです管轄はソウル市小録ですが新たな建物を建築するには文化財保護を管轄する文化財庁の許可が必要となります部下の自分がこの申請書を規定にのっとって文化財庁へと手続きを進めようとしていたのですが私はすぐに担当部署に根回しして 日本の申請を却下するようにししてやりました私以外にも他の部署には反日勘定を持った職員がいるのでこの裏工作は簡単なものでしたこうして日本からの申請は文化財庁が現地調査の地に再検討するとし私の思惑通り一旦保留にされたのですそれから現地調査を経て1ヶ月後に再審議が行われたのですがその結果でも否決。 新築工事は許可しない判断が下されました理由として日本大使館の新築は京福宮京北訓の歴史文化環境を既存する有料があるということです京福宮ファスも文字とも戦時代の王宮で降下門のすぐ後ろにある人気の観光名所です文化財庁では京福宮から1 0 0ル以内の距離は文化財区域としていて 14メートルの高さ制限を設けていました日本大使館は区域内にあり日本大使館の新築案は2倍以上の高さがあったのですあいにく建物の高さが問題で文化財庁の許可が下りませんでしたこれにより建築許可は出せませんという内容を私が直接に本大使館へ訴えました私はなんと気分の良かったことか 日本の思い通りにはさせないざまアミロとすがすがしい気分に浸っていましたすると日本大使館からの申請が却下されたことを知った部下の自分が日本大使館の職員よりも早く私にけ士講義をしてきたのです日本大使館の周囲は20階近くある高層ビルだらけじゃないですかもしかしてあなたが日本への嫌がらせで 建築許可申請を却下させたのではないでしょうねそうだとしたらこのままでは本当に日本と国交を断絶することになっちゃいますよ自分は焦った顔で私に詰め寄ってきました何事ってるの日本からの申請内容が高さ制限にひつかかったからでしょう私のせいじゃないわ仮に嫌がらせだったとしても日本が韓国と断交する同居があるわけないじゃない と花で笑いながら自分のの意見を全否定したでですでもこの時の自分はいつもと違い諦めが悪く私に向かってさらに長々と反応してきました日本大使館にトラックが突っ込んだ事件の時もあなたは何の対応もしなかった1974年は4月15日に起こった文雄光事件を忘れたのですか日本統治から解放されたことを記念する 幸福不死の祝賀行事の木は在日韓国人の文雄光から銃撃され当時の大統領牧正期自身は無事だったものの夫人が頭部を撃たれて死亡した事件のことです。もちろん知っているわそれが何なの自分が生まれてもない頃の歴史の話を持ち出し面倒なことを言い出す彼にイラッとしました。それでも自分は話を続け、 この事件で暴徒化した韓国人群衆が日本大使館を襲撃しガラスが割られたり二生は他が焼き笑われるなど大問題に発展しましたそしてその結果日韓関係正常化の地にもかかわらず日韓関係がより悪化してしまいました日本大使館にトラックが突っ込んだ事件もそういう最悪の事態に発展するきっかけになるかもしれなかったんです それなのにあなたは日本が悪いと何の対処もしなかった自分は溜まっていたものを吐き出すかのように私に不満をぶちまけてきましたでもその事件は日本外観の意を表し警察の捜査に協力するってことで国交断交なんてことにはならなかったわ日本側も韓国と断交する度胸なんてないってことよと私は自分の訴えを まともに聞き入れず軽くあしらっていたのですがこの私の態度がさらにかの怒りを爆発させてしまったようでしたあなたは日本と日本大使を見下しすぎています日本の外交力のおかげで韓日の国交が保たれていると感じないんですかと私に向かって強い口調で話し始め韓国はもっと相手国に対して敬意を持って外交をするべきです 世界的に有名な杉原忠根という外交官をご存知ですよね。東洋のシンドラーと呼ばれた方です。私はこの日本人が外交官を称賛に与えすべき方だと尊敬しています。私は自分がなぜその日本人が外交官を引き合いに出してくるのか意味がわかりませんでした。私は杉原忠根という人を知らなかったのです。でも自分はこの人物に浸水しているようでした。 第二次世界大戦中にリトアニアのカウナスに本領事館に赴任していた杉原さんはナチス・ドイツの枠外によって欧州各地から逃れてきたユダヤ系難民に大量のビザを発給し日本経由で亡命を手助けしたことで多くの命を救ったんです杉原さん独自の判断で惑行したビザは命のビザと呼ばれ少なくとも少なくとも1,000人不なりました リトアニアでは杉原さんの功績を訴える杉原中根記念館が建てられて現代に至るまで杉原さんの勇気と人道的行為に敬意と感謝が語り継がれているそうです今の日本人の外交官もこの偉大な先輩である杉原さんの精神を引き継いでいるものと私は思っています 自分は創意終えるとそれについての感想を求めるように私の顔をじっと見てきました。私は一呼吸してから自分に言いました。日本人の味方をズルばい国土はいりません。あなたをクビにします。自分の話でその杉原という人が立派な人だということは分かりました。でもそんな日本人を褒め唱える真にちすぎる自分が気に食わなかったのです。 首を言い渡された彼は驚いた様子でもなく、むしろ呆れた顔を見せていました。あなたには何を言っても全く響かないのですね。あまりにもむちすぎます。そう言って自分は事務所を出て行き、翌日からかの顔を見ることはなくなりました。それから新しい部下が配属されてきたのですが、私はう部下に頼ることはしませんでした。その後、日本側も自分と同じように。 周囲に高層ビルがあるのにどうしてうちだけ、許可が下りないのかと抗議してきましたが、京福宮周辺の具体的な高さの規定が定められたのは2010年のこと、これらのビルはそれ以前に建てられたものであるから、高さ制限に該当しない。とつつパネてやりました。現在のの日本大使館の高さでさででえ23.45メートルですが、 新たな高さ制限を根拠として14メートル以上は許可しないつまり新築工事をさせないと嫌がらせをしてやったのですこうして日本大使館の建て替え計画は2012年からストップしたままでしたがそれから年後の2013年年月突如として建て替え計画が再始動し出したのです日本が我が警官を傷つけないと主張して高さを3 2点 40メートルと前回より低く修正した新築案を文化財庁に再申請してきましたそこでも再び保留となったのですが翌月になり韓国側は旧大使館の建物を取り壊した後跡地の発掘調査を実施するという条件をつけて日本大使館に建築許可を出すことが決まったのです韓国側がなぜ急に方針転換し許可を出したのか不思議だったのですが その理由はほどなくして判明することになります。実は、同時期の2013年年月に東京の在日韓国大使館の建て替え工事が完成したばかり、日本の韓国大使館は無事完成したのに、こちらの日本大使館の建て替え工事をストップさせたままだと、内向問題に割転しかねないという上層部の判断によるものだったのです。私はこの動きが 韓国が弱腰になって日本に忖度したのだと感じてすごく屈辱を感じましたなので建て替え前の発掘調査で重要な遺跡が発見されたらいいのにと心の中で祈っていましたそうなるとまた建て替え計画が先送りになって日本を困らせてやれると思ったのですすると私の先輩同士が別の角度から日本にイチャモンをつけてくれました 民主党の金総姫議員が文化財庁は文化財保護法に違反し日本側に特別待遇をしていたさらにその過程で内圧がかかった疑惑があると騒ぎ出して着工を阻止しようとしてくれたのです。金議員の言うがやつとは日本大使館から文化財庁韓国外交部から文化財庁へ送られた2つの公文書のことを言っており 日本大使館は2012年12月に11日、日本政府は在日韓国大使館の新築計画に関して便宜を図ったのだから、在韓日本大使館の新築計画が再申請で否決になった場合、日韓関係に悪影響を及ぼす可能性があると考えております。と懸念を表明する文書を発送していたのです。 一方、私の知らないところで韓国外交部も2013年5月2日、文化財庁に次のような文章を送っていました。新築許可は文化財庁の許可事項として、そちらの裁量で判断できるものとは悪しています。ポジティブな再考を要請します。これに対しての結果を5か月以内に消してください。 塗装法から日韓が,意向が円滑に進むよう配慮したた内容のの文書だったのです。しかし、金議員はこの2つの公文書について、2012年に一度は否決された結果が、裏返ったのは、日本大使館側と外交部のが八つがあったのは迷惑だ。徹底した調査が必要だ。と糾弾しました。これによって日本大使館の新築計画が、またもや遅延したのです。 結局、水道町から最終的な建築許可が砕いたのは、それから2年後の2015年でした。2015年7月、許可が下りてすぐ日本は、大使館・と領事館の機能を、隣接するツイン・ツリータワーという商業ビルへと起転することになりました。こうしてようやく、休日本大使館の取り壊し作業が行われることになったのです。 そして取り壊しの地建築許可の条件にあった跡地での発掘調査が開始すると信じられないことに私の思った筋が木通りの展開になったのです2010年数月跡地から住も亡事とも戦時代の遺構らしきものが見つかりこのことで日本大使館の建設工事は一時中断することにそして韓国メディアが。 日本大使館の跡地から歴史的遺構が出土したと連日のように報道し韓国国民が狂気して盛り上がったのでしたさらに文化財となるような重大な史跡が発見されれば日本大使館の新築工事自体なくなる可能性が高いので私だけでなく国民全体が重要な遺跡であってほしいと願っていましたそしてこれを機に日本大使館は もう韓国から出て行けという風潮も高まったのです工事が進まないまま一時転差木のビルに入居した日本大使館にまたしても困らせてやることができ私さざまは見ろと思いましたしかし盛り上がった文化財であれキャンペーンも虚しく発見されたいこうに破れ気してきかちはないと判明し数月後に湧屈調査は終了しました しかし工事が再開できる状況になったのに日本側は廃工に工事を始めようとしませんでしたそして私たちにこんなことを言ってきたのです当分工事を始めることはありません今後の状況を見極めた上で建て替え工事について改めて検討したいと思います私は日本側の5ついる意味が全く理解できませんでした せっかく建築許可を出してあげてここまで来たというのになんという態度なんだろうと私は怒りに燃えて日本大塚をうちの事務所の会議室に呼び出してこう言ってやりました恩をあだで返すようなことをするなんて失礼じゃないですかすると日本大塚は私にいかめしい眼差しを向け日本としてはこれ以上あなたたちからのいやがらせを甘んじて受けるつもりはありませんので。 こう言ったのです。日本側は当初申請が却下されたことを建築許可の条件に枠屈調査が付けられたことこれらが韓国からの嫌がらせであると見抜いていたのですそして発掘調査での意向発見の報道により韓国国民が撤退しろと騒ぎ始めたことも一は約束していましたそれにより日本大塚はきっぱりとこう言ったのです 日本大使館が韓国から撤退することも視野に入れてじっくり検討したいと思いますこの言葉を聞いて依然自分に散々指摘されていた国交断絶という最悪の結末になる可能性にまでなってしまったのです今回の日本大使館は韓国へ本気で怒っており今まで担い強くいかめしい発言でしたあなた方は2011年末から私たちが要望している 少女像の撤去を進めててくれていますか2015年12月に18日の日韓外交会談で慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決に合意し慰安婦問題を再び持ち出さないことを確認しましたそして日本は韓国が設立した和解家取材団平10億円を拠出しました日本大使館前の少女像についても 適切に移転することを約束しましたが、この約束は実行されていますか未だに撤去されていませんよね。現状では、韓国派約束を守らない嘘つき国家だと言わざるを得ません。日本大使はここまではなすとしばらく黙り込み、こちらからの反論を伺っている様子でした。しかし、私は全く反論することができませんでした。日本大使の言う通りだったからです。 黙っていると日本大塚は、韓国政府は国民にファンに中運動を煽り野放しにしていますよね。大使館にトラックが突っ込んだ事件もそうです。私どもは非常に身の危険を感じています。日本大使館は韓国から出て行けという声も聞こえてきますし、こんな状況では商業ビルの中の方が職員の安全が確保できると判断します。 とにかく韓国が我が考えを改めない限り日本が民主館の建設工事を再開することはないでしょう私は日本大使の強い言葉に頭がパニックになってしまいましたそれで今から思うととんでもない発言を日本大使へしてしまったのですとにかく考え直してくださいこのままでは養国のためにならないですし 大使のキャリアにも傷がつくかもしれないですよ。これには日本大使も呆れた様子で、私は両国の誤動を考えて判断しているのです。キャリアに傷がつくのはあなたの方では、伊勢にいらっしゃった自分さんがいれば、こんなことにはならなかったでしょ。う。自分さんはお若いのに、立派な考えでいらっしゃった。そう言って日本大使は会議室を出て行きました。 静まり返った会議室で私は呆然としどうしようという思いが頭の中を駆け巡りましたそして幸いにもまだ退職はしていなかった自分へ急い,いで連絡を取り彼に謝罪と反省の気持ちを訴えなんとか戻ってきてもらうことができたのです自分は元の職場に復帰したのですがそれと同時に私の地方左遷を言い渡されてしまい それからずっと今まで地方支部で雑務をこなす日々なのです。おそらく自分は私と一緒の職場を拒否したため、私が左遷させられたんだと思います。私が半日だから、半日教育を受けたのだから仕方ないですよね。今は自分がどんどん立派な外交官になって、主世していくのを地方から見守っています。 日韓関係を立て直してくれることと思いますしかし問題は深刻で今日に至るまで休日本大使館の跡地は空き地のままとなっていますそれほどまでに私たちは日本政府を怒らせてしまっているということでしょう2019年3月に本大使館の建築許可が取り消されていたことが明らかになっていました韓国の建築基準法上建築許可を受けたら 1> 1年以内に工工事事をを開始しなななければならないのでですすす。が、事情がが情あるる場合は着工を延期することができます韓国メディアによると、小六町が再三にわたり、日本大使館に工事を始めるよう公文書を送付したものの、日本大使館は反応を示さなかったようなのです。そして、前月末に日本大使館が和と協議した際には、本国での最終承認が出ていないため、 韓国からの通知の通り建築許可の取り消しを受け入れるとの方針を示し最終的に建築許可取り消しとなり白紙に戻ったのでしたこれは日本政府が日本大使館の新築を呪術上放棄したことを意味します日本が我が新築工事を放棄したことは日本大使館前の少女像が撤去されていないことと通用でもが影響を及ぼしているものとみられます さらには2018年12月20日にのと半島沖の東海において、韓国海軍駆逐艦が日本の海上自衛隊の哨戒機に対し、火器管制レーダーを照射したという問題による韓日関係悪化に伴ったものでしょう。本来の計画通りなら、2020年に在韓日本大使館が完工する予定でした。 一時移転先としているツインツリータワーに3か所に分かれて事務所を借り、賃借料と管理費で年間30、30億ウォン約差の9、5000万円以上払っていると言われています。さらちになった休日本大使館の土地は、日本政府が所有していて、時価1,500億ウォン約140、40億円になるそうですが、いつまで日本は強硬な態度を続けるつもりなのでしょうか。 日本側は再び建築許可を申請することができます。実は韓国側としては、早くに本大使館を新築しなければ、数十億ウォン数億円の機会損失を出すことになります。日本大使館がこのまま賃貸でいるより、新築してもらった方がより多くの税収が見込まれるのです。現在では早く建ててくれたらいいのにという状況なので、なんとも皮肉なものですね。 民祖さんの指揮がネット上に公開されると、国内外から多くの反響がありました。それらの反応はどのようなものだったのでしょうか。以下、コメントを一部ご紹介します。反日の人間が日本を担当するなんて、日韓関係がうまくいくわけがない。新築しようとすると邪魔をする。新築を取りやめると早く立てろという。韓国人テメント独裁民族だな。日本大使の判断が正しい。 年間30、30億恩をらってでも、安全を優先してるってことだ。韓国が態度を改めない限り、新築計画は行わないだろうな。旧大使館前の少女像撤去反日でもやめない限り無理だね。日本政府が年間30、30億ウォンも、垂れ流してるのに韓国がにやついてるかと思うと腹が立つ。異常なことだってなぜ気づかない。大使館が賃貸だなんて信じられない。韓国はそんなことさせて。 恥ずかしくないのもう日本大使館は韓国から撤退したらいいよ新しく建てても何か日韓問題が起こるたびに車が突っ込んだりお物を投げられたりしてはたまらないもんね韓国の和解や資材団って2018年に解散してるよねその残ったお金はどこにいったんだ国家詐欺レベルだろうとにかく世界中に建てているあの不気味な少女像を撤去するべきだ 以上のように韓国側の行いにいかめしい感想が寄せられていました海外にある日本大使館の敷地内は不可侵でその国を違い保険領域です日本大使館が商業ビルに入居するというのは立ち入り規制やセキュリティ面で問題が生じる可能性がありそこで何年も業務を言っているというのはありえない状況ですいろいろな国とのやり取りや機密を取り扱うにもかかわらず複数の企業ショップや飲食店が移っているビルに 日本大使館があるのは問題ではないでしょうか海外における外交の起点として大使館の存在は重要ですその場所が今もフェンスに覆われ雑草が生い茂って放置されている状態というのは現在の最悪な日韓関係を反映しています日本政府は在外交館において長期間利用されていない土地建物を売却することもあります韓国経済が良いうちに休日本大使館の土地を処分するというのも 選択肢の一つに入れても良いのかもしれませんね皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう韓国産得意のおかげで周りはついに敵だらけになってしまいましたかって日本からパクタ半導体技術で半導体大国となっていた韓国ですが昨年から輸出不振に陥っていますさらに対中規制によるアメリカからの圧力と 半導体工場をめぐる中国からの圧力により、四面損化状態になってしまいました。今回は半導体産業の低迷とアメリカと中国に重圧をかけられている韓国についてフォーカスしていきます。1、韓国とはどのような国なのか。まずは韓国とはどのような国なのかをご紹介します。韓国は人口約5157万人で、国の面積は約10万円方人口… 日本の約4割、面積は約4分の1の大きさです。韓国経済はハイテク産業研究会和通、教育制度などを強みとしている一方、高齢化社会や財閥の存在感が強いこと、若者の失業率が問題となっています。製造業の主要産業はエレクトロニクス産業で、サムスや LGSK 杯、ックスなどが世界視野を獲得しています。また造船産業や 自動車産業も主要産業となっており、このチャンネルでもおなじみの現代自動車やキア自動車がシェアを獲得しています。韓国は人口がそれほど多くないため、各種産業のない時期も,も大きいとは言えません。そのため、経済成長には輸出の役割が重要です。統計庁のデータベースによると、韓国の輸出依存度波2021年時点で 35. パーセント、主要国の中ではドイツ 38. パーセントと並び、 高めの水準になっています。その他の国の輸出依存度は、中国需給点、ゼロパーセント、日本十五点、ゼロパーセント、米国七点パーセントと、いずれも韓国よりも大幅に低いことがわかります。輸出依存度が比較的高いというのは、輸出の交付調が経済に大きく影響する構造ということなのです。そして、韓国では、現在、貿易収支が十四か月連続で赤字となり。 輸出主体は7か月連続の減少となっています。これは韓国経済への警告だと、韓国国内では受け止められており、輸出依存度の高い韓国経済の構造を考慮すると、非常にまずい状態です。この輸出不振の最大の原因は、韓国の主力品目である半導体の輸出減少によるものなのです。2点、韓国の半導体需要の激減、先ほど韓国の輸出不振について触れましたが、 主要品目である半導体輸出主体の減少は、半導体の価格が大幅に下がったことが原因でした。2023年5月1日、韓国の産業通商資源省が発表した2023年4月輸出入動向では、当年4月の輸出は499億2000万ドルドル超長1 7 2億円であり、前2022年同期比で14.2%減少しました。 特に主力品目である半導体の輸出主体は、2022年4月時点で108億2千万ドル約1兆4582億円、輸出総額の570億9千万ドル約7兆 7, 7748億円に占める割合は18.7%だったのに対し、2023年4月時点での半導体輸出主体は13億8千万ドル約8598億円でした。 これは驚くことに、前年同期期始終1.0%の減少です。輸出総額も2022年8月から9日からが連続で、下落傾向が続いています。産業研究院の関係者は、今年の輸出は電気自動車と二次電池などの増加傾向にもかかわらず、グローバル需要の鈍化半導体不況の継続、対中国輸出減少などの影響とともに、昨年のベース効果などで前年比約9.0、 1%, 1減少すると予想される国際原油価格と輸入中管材など主要輸入材価格の下落の影響と為替レートなどにより前年比重点2%の減少が見込まれると述べています半導体輸出主体がここまで減少したのは半導体価格の下落が原因とされています半導体メモリ値の輸出単価は2022年半ばから下落が鮮明になっており2022年で最も高かった5月は 当時のキログラムあたりに1,700ドル、しかし12月には1万400ドルと半分以下に下がったのです3点韓国の驚異的なパクリ技術韓国の半導体業界は日本の半導体技術を模倣し日本のシェアを奪うことで発展してきました半導体はアメリカが世界シェアの約50%を占めておりこれは20年前から今でも変わりません しかし20年前には日本が30%程度のシェアを持っていたにもかかわらず、現在はわずか7%にまで落ち込んでいます。一方、に1 0年前はほとんどシェアを持っていなかった韓国が、現在は20%を超えるシェアを持つようになったのです。日本の半導体シェアが落ち込んだのは、日本に半導体シェアを奪われたアメリカが、日米半導体協定として日本製のテレビやパソコンなどに、 100の高税規制を犯ししたたこととがきっかけなりました日本はアメリカの強硬姿勢に行くし仕方なく半導体の輸出を控えたところに韓国のサムスン電子が日本の半導体技術をパクリ世界に台頭してきたのですしかし当時の日本はサムスンが自分たちの技術に追いつけるとは思わず先端技術の流出を許してしまったのです1999年日本は東芝ソニーシャープ富士通日たち 松下三菱電機 NEC 沖電機作業の従者が5億円ずつ均等出資し、半導体センタテクのロジーズスリーという研究会は月企業を立ち上げました。これは開発コスト削減などの目的で、通産省が温度を取り、企業の垣根を越えて協力し合おうということになったのです。しかし、信じがたいことに、この半導体センタテクのロジーズには、その後なぜか韓国のサムスン電子が、 研究会は追託という形でで参加したのです日本企業としては下請け企業として、サムスン電子を使おうと考えていたのですが、サムスン電子は日本企業が思っている以上に技術も方が進んでおり、日本企業が設備投資に躊躇している間に、代か,かりな設備投資を行い、あっという間に日本企業を追い越してしまったのです。で、て、韓国産、おかげえはつれでしめんそうか。 韓国といえば技術をすぐに盗む約束をすぐに破る政権が変われば約束を保護にするなど、日本にとってはおなじみのおかげを連発する国家として知られていますが、そんな韓国は今、アメリカと中国との噛んでいた浅見になり、地面粗化の状況になっています。2022 10年月、アメリカ商務省務は事実上、中国をを標的とししたた。体規制を定めましたこれは先端半導体が、 中国に行き渡らないようにするための強烈な措置であり、アメリカは関連する同盟国や友好国に協力を呼びかけました。日本は二千二十三年七月二十日から中国向けの二十ミシナメの半導体製造装置の輸出を事実上禁止する予定ですが、韓国は昨年の半導体売上世界トップのサムスン電子と三位の S.K. ハイニックスを抱えているため、一年間の猶予期間を与えられたのです。 サムスンは、出資席の父親の故郷である、センセーションの西安に150億ドルの投資して、先端の半導体工場、NAND 型フラッシュメモリーエバァを2つ建設していますま。た SK ハ K 杯、ックスも2020年に、インテルの NAND 型フラッシュメモリー事業を買収したことで、中国大連のインテルエバァも SK の工場に変わり、昨年5月には、第2工場の着工まで始めています。 このような状況であるため中国外交関係者はサムスンと SK 杯、ニックスの半導体工場が、万一中国から撤退する時が来れば、それは我が国が韓国と断交する時だと話しています。こうして韓国は、アメリカからは対中規制を迫られ、中国から裏切ったら大変なことになるぞと脅されているかの状況です。5点海外の反応 アメリカ、中国の間でも学、韓国の状況について、韓国人や日本人の反応を集めました。韓国人の反応、大変だこれまでそれなりに中立なポジションで国益を築いてきたのに、僕分前大統領の経済政策の失敗の結果顔を引いている。中国は断交だけでは済まさないだろう。何をされるか分かったもんじゃない。イン大統領はは日米より中国とババチバチだから、 工場這いずれ撤退するんじゃないかなか彼は結構腹が座っているしね。日本人の反応中国からら半導体工場撤退なら断交だかといって、中国に半導体持ち込むとアメリカに殴られるな。日本の新官議員も今じゃ擁護しにくいしなおコウモリが意行もついに積んだのかな。地面楚歌だなおどうする韓国、中国から断交なんて最高ですね。日本にも断交を決定してほしい。 自分の思う通りに行かないと断交するという中国を国際社会は呆れてみることでしょうイン政権が日米よりの態度を取れば中国は当然に反発するような属国のくせして勝手なことしてんじゃねえよって技術力は他国の二番煎じで市場を中国に依存しりた結果です韓国はサムスンと SK ハイニックスが半導体の世界支配地位と3位を勝ち取っていますがノーベル賞を受賞したことはないそうです 一方日本は基礎科学と金属精錬技術で韓国を大きく上回りノーベルもたくさん受賞しています韓国は技術も方に頼りきった半導体産業と対米中間係に真剣に向き合わなければなりませんねあなたの視点から見た解説をぜひコメント欄で聞かせてくださいね今回の内容が面白かったらぜひ「LIKE」ボタンもお願いしますチャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください 新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。